ーメン王子は生きて宮殿にいる。なんともほろ苦いな。血のついた歯の微笑みのようだ。どうしたんだ、まさかがっかりしてる？残族はいなくなってしまった。残党は南部の平原で引き返したらしい。俺たちの活躍を嗅ぎつけたようだ。山賊の脅威を終わらせるため倒してきたんだろう。これではもう殺せる者がいない。ただし、いや、それじゃあこれでお前ともお別れだな。ここまで共にしてきたというのにここでお別れだと。ではこうしよう。都の南に槍の柄の見える場所が、そこで会おう。ニル、来る途中考えてたんだ。その待ち伏せされてるかもしれないって。それじゃつまらない。俺たちと互角に戦える山賊などこの世に存在しないけれども、これならば盛り上がると思わないか。さあどうする？俺と決闘してみたくないか？これがお前の望む終わり方か？終わりは必然。ただお前は根が真面目すぎる。純粋でない者にお前を無理強いしたくない。特に死は何よりも純粋だ。ご親切にどうも。終わらせるぞ。何度となく。そんな悲しい顔をするな。きっとこういう結末になるだろうと思っていた。出会った時からな。だが本音を言うと勝てるとも思ってた。